どうもこんにちは、千代坂リタテルシャです。今回はですね、東京に来てます。正確には千葉ですね。なぜ来てるかっていうと、東京ゲームショー2022が開催されるんですよ。久々の東京ゲームショー。3年ぶりぐらいかな。コロナのせいで全然開催できなかったんで、久々に開催ってことで、千代坂も出演ってことでね、千葉に来ております。そして、ホテルの紹介をしようかなと思って今回しています。はい、ホテルでーす。はーい、じゃあ見ていきましょう。すでになんかいろいろ撮影とかしてぐちゃぐちゃなんですけど、はい、今日泊まるホテルはこちらです。はい、結構広い感じのホテルでーす。フロアがね、結構おしゃれで、ちょっと見てほしいんだけど、ここなんだ。あ、ここなんかよくわかんないや、黒とか。フロアなんだけど。めっちゃおしゃれじゃないこれ。おしゃれ広い。こっちもこれ鏡があって。で、これまあ、トイレあってシャワーあって、で、めっちゃおしゃれこれ。めっちゃおしゃれなんだよね、この部屋ね。いや、おしゃれですね。羨ましいわ。いいなぁ、ここのバスタブとか、その部屋。これは、座敷わらしです。あと、お前らの部屋も同じ部屋。なんか、自分らがめちゃめちゃ狭い部屋に閉じ込められてて、やめて、同じ部屋取ったやん。ちょっと、今から退治しまーす。はい、というわけで退治しました。ベッドはさっき寝転がった感じ、超家庭です。家庭です。この扉があるんですけど、扉風呂場とつながってるエッチャーの扉がついてます。ラブホテルかと思ったわ。ラブホテルでしかこのシステム見たことない。超濡れたやケツ。この後飯行くのに。はい、というわけでね、今日の寝床の紹介でした。明日はね、東京ゲームショー久々の出演でございます。コロナ禍でね、何年も出演できてなかったんで、すごい楽しみです。そして千代さんがメンバーともね、久々に会うんで、めっちゃ楽しみです。はい、じゃあ明日へ移動。移動。うい。近地あたりが遅刻してそうじゃない。いや、近地はおるやろ。近地でもまだツイートしてないよ。今から向かうとか。アップルとフォックスラビットはツイートしてる。いやあるな。あるわ。なんならアップルは今バファリン買いに行ってるかもしれない。LINE でなんか来てたから。あ、本当？そう頭が痛いからバファリン買ってきてみたいな。あ、そんなやりとりしてた。あいつ下っ端のくせに生意気だな。誰か来るまでに頭痛薬お願いしますって LINE してたから。そしたらアップルがコンビニ行ってきますって率先して出た。あ、ちょっとお疲れ様です。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 いや、わかんない。熱い。やめて殴るよ。ちょ、中が遅くない？今何分？今来ました。今来た。ランニングしてます。どこ中が落ちて。何？マサさん、馬んち止まってた。ああ。止めてたバイクに、住民がチャリぶつけて、警察来てて、時間取られて。ああ、なるほどね。で、レーナのカバンに入ってたやつを急遽袋に詰めてきた。ちょっと言い訳いいです。出所したてみたいな感じだけど。出所したて。これで全員揃いました。全員揃った。じゃあ東京ゲームショー頑張ります。M が欲しい。M はない。M ない。え、これ色違いがあるの？見なかったことにって言ってから。全然デザイン違います。マジアタッカーとか言ったら気にしちゃう。30間近の遅い。人したより遅いって言われてる。30間近じゃないから。俺ら30だから。早く逃げて。ここから入ってくるの？そうですね。今みんなが書いて、みんな出してもらって。皆さんこんにちは、千代坂リタテルシャンです。東京ゲームショー2022クラフトブースにお越しいただき誠にありがとうございます。視聴者のみんなどうぞ。皆さん着席してください。これはいいか、はい、奥から座ってください。池さんは後ろに座ってください。はい、座らないでください。はい、というわけで一人ずつ奥から自己紹介お願いします。シノスラカの中川ランドラバリエルリフレンヒーリー。シノスラカのボクスラミットです。よろしくお願いします。ミネボンです。よろしくお願いします。シノスラカのアップルです。よろしくお願いします。シノスラカのキンチです。よろしくお願いします。シノスラカのアビズンです。よろしくお願いします。おぉシノスラカのマネージャーの池さんです。実は僕まだみんなに今日何やるか言ってないんですよ。で、多分会場に今来てる皆さんも何やるか聞いてないと思うんですよ。というわけで、はい、モニターをご覧ください。今回の企画はこちらです。テルシャンに100の質問、東京ゲームショー2020特別編ということで、これを皆さんに分かれていただきます。
と父の背中 TGS。ちなみに罰ゲーム結構きついらしいんで頑張ってください。いやマジか。マネージャーいじめ。マイブームはマネージャーいじめですとか言わないやん。言わないやんそれ。本当だとしても。若手いびり。若手いびりもしないじゃないですか。してるじゃないですか。いやしてないじゃないですか。リングフィット。確かに確かにリングフィットやっていますよ。はい。ずっともう200日間続けています僕ら。農家なんてあのリングフィットクリアしました。やっぱねあの俺らやりかすなんでアイコス。やめろよお前。やめろよお前。未成年いっぱいおるやろ。ちょっとすいません後で教育しておきます。やめろよ。はい。あでも自信満々のリケさん。はい。どうぞどうぞ。僕もめっちゃ知ってるんですよ。このテルさんのマイブームを。まあまあいつも100日してるし、ね。はいはいはい。テルさんのマイブームはマネージャーをやっぱいじめるんです。やっぱそういうことなんだよ。そうなんです。あ、ごめんごめん、ステージなんて。違う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 、されてないです、すいません。あ、されてないです。あのこいつが5時間遅刻して、もう僕怒ってないです。正解の方が後ろのモニターに出されます。演者の方は下の方にモニターありますよ。はい、というわけで正解どうぞ。マイブームは YouTube で毎日自己映像見てる。はい、正解は YouTube で自己映像を見るでした。はい、というわけで第2問いきますよ。第2問お願いします。10年後父の背中はどうなっていますか。知らねえ。俺は今すぐやめたいよ。言いそうっていうか常々に言ってる。解散、10年後は解散してますみたいなね。まあ少なからず俺はいないだろうね。あーなるほど、言いそう。中川の名前が30行ぐらい。大喜利上手やん。10年後父の背中はどうなっていますか。考えたくもねえな。なんで今も正解ですねこれ。やったー正解。知らねえの。知らねえでしょ。はい、大喜利ポイントください。ボックスザレミットがちょっと面白かったんで 0.5 ポイントです。俺は、はい、じゃあ3問目いきますよ。ヒルさんに1億円あげたら父性メンバーに何をしますか。早いですね。はい、テルさんのこと全部わかってるんで。ずっと自信ある。はい。どうぞ。テルさん、まあ、意外と優しいんで、はいはい、まあ、1億円もらったら多分みんなに好きなゲームを布教ですね。みんなにゲームを1個ずつ買ってあげたり、これ楽しいよって言ったらもうチームに共有して、はい、多分これだと思うんですよ。うん、10万円ぐらいでできるね。ゲーミングハウス4億円じゃ足んないっすね。この人数まで。いや、ぎゅうぎゅう詰めやで。プライバシーもクソもないんで。毎日喧嘩してるんで、たぶん。だから便座閉めなかったのとか。便座の俺に僕から見る。はい、実際にこれのポーランドだった話です。どっちで遊びに行くと、ヘルさんは、いや、俺のよ。あなるほど、何もしないです。何もしない、ね、自分の位置を。いや、やっぱり、うん、皆さんエンターテイナーなんで、うんうん、メンバー全員で殴り合いをさせて奪い合わせる。あ、それもおもろいな。正解をお願いします。ヘルさんに1億円あげたら七世メンバーに何をしますか。俺がもらうんでしょ。何もしないよ。これだけはやめてほしいことは何、まあ、例えば今だったらアイコスって書くこととかですね。はい、未成年者がいるんで。中川早いな。コンプライ感。シンプルに炎上。あー確かに確かに、まあ、炎上も理由によりますけどね。飛び火みたいなのあるもんね、たまにね。喧嘩と喧嘩。喧嘩と喧嘩。まあ過去してるメンバーは何人かいますけど、どうした。なんでお前が一番違ったなみたいな顔してるの。何の連絡もなく突然の大会メンバー消失。それに近いこともあった。過去あった。明日辞めたいです。怖い。ありました過去。領収書出せ。まあこれがマネージャーからの声ですね。そうなんですよ。メンバーにこれだけは辞めてほしいことは何。犯罪。でしょうよ。父世メンバーで一番腹黒そうなのは誰。ケンキさん。プロジェクト F ですね。はい、僕もケンキです。ケンキ、はい、はい、ケンキ、僕もケンキです。ありがとうございます。ケンキ、はい、ケンキ、はい、フォックスロビット。まず腹黒そうなんで、うん、ケンキはそうじゃないんですよ、黒いんですよ。うん、だから、まあ腹黒って考え
からそうなのはアドミンワンちゃんかなって感じ。確かにね。はい、というわけで正解お願いします。七瀬メンバーで一番腹黒そうなのは誰？ケンキケンキです、はい、腹黒そうというか腹黒いんです。プロジェクト F よろしくお願いいたします。タイムスリップしたら何をやり直す。これはまあでも父の背中だったら答えれるんじゃないかな。俺結構これも言ってるんで。父性の代表やるのをやめとく。フォクスラビット父性を作らない。はいはいはい。代表回避。あ、父性代表回避。はいはい。すげえなみんなそんな言う。結婚。結婚。ああなるほどなるほどなるほど。確かに僕バツイチなんでちょっとその辺は結構いろんなことのターニングポイントかもしれないですね。深いとこついてきましたね。いたずらに僕の心を傷つけるのやめてもらっていいですか。いろんなバズりをなぞってく。タイムスリップしてあもう全部自分がバズらしてく。最強じゃん。ヒカキン超えれるよ。タイムスリップして何かやり直せるなら何をやり直す。わー来たかこれ。あー、まあ、数年前に戻って聞き捨てにってなった時にやめろそれだけはやめろ全力で止めに行く。何やってるんだやめろ止めます。これは不正解でよかったやつ。不正解でよかったよかったよかった間違ってます。最近一番ショックだったことは何。あのレーダーの限定品買えなかった。あー買えました。買えたの。行けました。あ自分テレさんとよく話すんですけど、はい、お隣の家の蜂の巣が自分の家に移ってきたということで蜂の巣ができた。そうなんですよ。蜂の巣って家に行ったやつを落とすと隣の家に作るっていう蜂の習性があるんですよ。で僕の家蜂の巣行ったんで取ったんですよ。でそしたら隣の家にできた蜂の巣隣お隣さんが落としちゃって僕の家にもう一回できるってことが起きてブチ切れです。オーラリングのなんかのコラボのやつが買えなかった。あグッチとオーラリングのコラボのやつですね。買えました。はいどうぞ。いなご、みつ誰と間違えず俺ですよ。いやダイエットしてるけどお腹がへこまない。ああなるほどなるほど。テレさんがショック受けることがほとんどないんだけど、そうだね、発見動画が何らかの理由でポシャった。あああったそれ。知ってる。うん知ってるよね。聞いた。あったあったあった。あの件な。あの件今ここじゃ言えないんですけど。いつも遅刻するマネージャーに堂々と遅刻ルーティン見せられたことつい最近の動画ですね。あの動画撮り終わったらちょっとショックだと思うんですよ。はいはいはい、いやあれ遅刻してないから、ね、あの動画が出てから、まあ、今日まで池さん遅刻してない日は2回です。その方が少ないんだ、はい、最近加齢臭がしてきた。なんてこと言うのしとらんわ。最近一番ショックだったことは。なあこれはもうあります。新車のバイクを傷つけたことですね。俺が次の日乗るときに明日乗るから鍵かけなくていいやと思って前側だけしか鍵かけなかったんです。いつも前と後ろ鍵かけてるんですけど、けど池さんはなんか気を利かせて後ろの鍵かけてくれたんですよ。友人ロックで俺は前しかかけてないから前外すじゃないですか。でバーンって乗ってバーンって止まってガチンなに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 ほんなら、まあ、池さんかけたロックがタイヤにガーンってなってて塗装ががっつり剥げて U 字キーは U じゃなくて V になってました。ごめんよごめんよ。二度としないで。もし今から父の背中を解明するなら何にする。簡単ですよ。簡単か。簡単です簡単です。僕が言いそうなことですよ。まあ、今からっていうのがミソですね。略称は DG。 そう DG ドッキリテーミング。あやや滑りじゃないですよねこれね。腫れ物の背中。ああ腫れ物の背中だったらもう全部カタカナで腫れ物とかでいいんじゃない。ヘルシャそれ池さんがずっと言ってるだけです。やばいやつらばっかりなんで、うん、危ないやつら。なんか懐かしいなそれ。あすごい懐かしい。なんだそれ。多分ちょっとここにいる年齢層じゃ分からない。分からないよね。ね言うて結構気に入ってるんですよテラスさん。だからまあいいの思いつかないし買えないかな。おお。フォクスラビットに拍手してあげてください。でかいよもう。はい、じゃあ正解を見ていきましょう。お願いします。もし今から父の背中を解明するなら何て名前にする。ベータ人形。流行り物には乗っていきましょう。待って、何今の。え、何今の持ち上げ何だったんですか。あ、いやなんかいいこと言うだなって。あなるほどね、それだけなんだ。はい、というわけで父の背中を解明するとしたらベータディビジョンにします。皆さん覚えておいてください。全問終了です。おめでとうございます。はい、パチ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 。
結果を見ていきましょう。アビツンが 2.5 ポイント、アップルが3ポイント、キンチが6ポイント、フォックスラビット 3.5、 イナゴン4、池さん3、中川6ということで、キンチと中川が6ポイントでタイ。じゃんけんか殴り合い、どっちがいい？じゃあじゃんけんして勝者決めてください。最初はグー、じゃんけんポイ。はい、ということでキンチが優勝です。おめでとうございます。というわけでツイッターで予想した方の中でキンチが優勝すると予想した方はいますかね？おー、いる！おー、1人。ツイートの画面見せていただけたら商品ゲットになりますが、すごいね、よくキンチ分かると思うんだ。あんまこいつ俺のこと知らねえよ。付き合いは長いよ。付き合いは長いよ。多分池さんとかが多かったんじゃないかな。池さん予想したって人います？池さん、あ、いや、あ、池さん予想多いわ、ほら。お前のせいやで、ね、キンチさんにしよう。おー、おめでとうございます。サイキングッズです。これ一人だけなんですけど、全部は見たんですか？全部あげちゃいましょうか。グラフトさんが太っ腹なんで全部くれるそうです。参ってください。おめでとうございます。ちょっとすいませんね、僕膝つきますね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。すごい、すげえ、一人だけ相当にすごい。ちなみに なんでキンチにしようと思ったんですか？子さんで真面目に答えるかなと思って。あ、子さんで真面目に答えるかな、はい、なるほど、すごっ。最後じゃんけんで決まったけどね。はい、というわけで以上100の質問でした。ありがとうございます。で、罰ゲームですね。負けた人、一番ポイントが低かった人です。アビツンです。2.5 ポイントのアビツンに罰ゲームがあります。まずそう。これはあの裏でスタッフさんがいろんなものを混ぜたクソまずいドリンクらしいです。でもなんか普通に美味しそうな匂いするよ。ああ、いや、優しいかもしれない。だって橋本さんが作ったって言ったから優しいかもしれない。え、これさ、普通に美味しかったら俺どうすればいいん？知らないよ。知らないよ。そうでしょ。好きにしてくれ。いただきます。はい、どうぞ。いや、飲めてる。おお、ただ、どうえ、これ元気汁じゃないの？元気汁を罰ゲームとして出したんだったら結構やべえぞ。違うらしいです。違う。あれ、何でも出るんだよ。ごめんなさい、普通に美味しかったんですけど、罰ゲームにならないので、すいません、すいません、すいません。出しはずじゃねえよ。プロジェクト F よろしくお願いします。はい、ということで最後までありがとうございました。父の背中でした。ありがとうございます。楽しかったです。あ、楽しかったんだね、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと時期があったので、ゲート感がいいなって。あ、全然ですよ。ちょっと見てるのありがとうございます。みんなになります。ありがとうございます。やったー、差し入れもらったよ。みんな、よかったです。おー、久しぶりレオゲーミングの時ぶりだ。そう、以来だと思います。1枚ずつ。はい、写真いっぱい撮ったんですよ。ありがとう。ありがとう。お願いします。テレさんの最近の動画見てマジでステージ頑張ろうと思って。ありがとう。最近ステージは俺関わってないけどね。はい、これはゲンタの見て。あ、でもこれうちのじゃん。やっぱうちのやん、これ。ありがとう、これうちのそうだ、これあのビレバンコラボね。そうビレバンのコラボだ。ありがとう。Thank you.
久々の東京ゲームショーめっちゃ楽しいしめっちゃ盛り上がりました。来年も出たいです。はい、ありがとう。はい、OK です。薄い、まあええやん。ええや誰俺に金ペン渡したやつ。誰お前だな。薄いな。俺に金ペン渡したのお前だな。お前のせいで薄くなってしまったんだよ。薄いやんけ俺の。写真撮るよ。ブースの中見ます。ブースの中行くよ。おお、すごい、すげえ。4500W まで行けるようになった。 4500W? で、よ、あ、外の音が聞こえた。それが XL、ズンズンだけになった。ズンズンもほぼ聞こえない。わ、XL でかすごー、静か。 それ XL です。わ、めっちゃ XL でかい。すごい静かなんですね。わ、めっちゃいいな XL。 はい、はい、今回こちら紹介させていただくのがベースグラフトというものがあります。で、これがどういうものなのか、どういうものなのか言って。どういうものなのかと言いますと、ゲーマーにおいてのゲーム環境をプロデュースしますよと。プレイスタイルに合わせた、はいはいはい、音響とか大事にしたい方に対してはスピーカーなど、うん、そういう防音などの完備で、ゲーマーとしてゲームに集中したい方は防音吸音に兼ねて、さらに、統一性を出した没入感をプロデュースします。あとインターネットの回線などやはりマンションによって変わってきますが、はいはい、その点もこちらがサポートして契約などをすることになります。いっぺんに全部やってくれるんだ。やってくれる。環境というものを全て整えてくれるんだ。そうです。それをプロデュースさせていただき、提案させていただきます。すげえ。下高井戸の方でゲーミング部屋第1弾ということで、一部屋丸々このような形、まあ、これ類似したような形の部屋を作って、全てをゲームの家を作るという。ベッドが電動式になっていて、モニターがベッドの近くについているなんて、まあ、全てにおいてゲームに携われるような。え、住めるのそれ。それはまあモデルルームということで。あ、モデルルーム、まあ、そうですね。まだ年内発表予定なので、はいはい、そしてもう一つですね、デバイスミーというもう一つのサービスがありまして、はい、もう戻れない没入体験をというキャッチコピーで、もう戻れない没入体験をというキャッチコピー。はい、弱くなったね。レーザー製品は、まあ、新製品だとやはりちょっとマウスが高いんですよ。はいはいはい。円安の影響とかもありますからね。バイパー V2 プロとか、21,780円。円安の影響とかもありますからね。そうですね。はい、しょうがないです。まあ、他社さんと比べてやはりちょっと高いというところ、ただ、ものすごくいいんですよ、製品は。そうです。はい。ということで、今回新たに開発中のサービスといたしまして、レンタルができますと。デバイスをレンタル。新品の製品を6分の1の値段で。6分の1の1。なので、4000円などで2週間レンタルをすることができると。2週間そうです。で、6ヶ月間使っていただくと、定額になりますので、定額になった際はそちらもお客様のものとして購入していただいた形になりますので。なるほど、なるほど。車のケーブルとかと同じような。そうです。だから新品を買って、失敗をするのに2万何円するのは痛いなと思う方は、う、最初の4000何円でお試ししやすい価格で2週間レンタル、はい、6分の1の値段 でレンタルできます。そして 6ヶ月分使っていただくと、そのまま2週間以上使ってて6ヶ月分使うと自分のものになりますので。それめっちゃいいね。そうです。お得なサービス。僕らが触って確かめてみてもすごい言いやすくなるサービス。そうですね。僕らも訴求しやすいし、学生さんとかは多分それめっちゃいいと思う、うん、はい、そういうことでございます。そういうことでございます。はい、あとうちの腹黒背の背中ケンキシ推奨セットというものもありまして、はいはいはい、まあ、コアなゲーマーじゃない方だと少し何を借りたらいいのかなっていう分からないと思うんですよ、うんうんうん、というのに対してプロゲーマーケンキシが使ってるセット全部レンタルしちゃえばいいんじゃないかということで、はい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 、そういう分かりやすいセットもありますので、我々ぜひケンキさんだけじゃなくて我々全員のセットができるような。誰でもケンキセットってことですね。そうですね。誰でもあのケンキになれると。僕推奨セットはないんですか。まあ作れるんじゃないですか。まだその発表前の、今回発表初めてさせていただいて、ああ、なるほどなるほど。作成段階という話ですね。まあこれからどんどん。ぜひぜひ、ね、誰に言ったらいいんですか。社長ですか。社長に言ったらいいですか。以上となっております。来ていただいた方なら分かるんですけど、防音が本当にすごいので、うん、すごい。外で流れてた曲何も聞こえなくなった。そうそう、そう、一回ちょっと開けてよ。今開けて。はい、聞こえますかね、ざわざわ。スッと防音ですね。これは実家暮らしの俺でも親に怒られずにゲームができます。実家暮らしをやめえ、まずカメラを見て私喋ってくれ。俺を見ずに。満了期間3ヶ月。さっきの満了期間が2週間で6分の1なんで、さっきの3ヶ月、だから2週間で1ヶ月。さっき6ヶ月って言ったのが間違い。だからあの3ヶ月もお金多く取ろうとしてた稲子。稲子が3ヶ月多くお金多く取ろうとしてた。なるほど。3ヶ月でもう自分のものになると。だから6分の1を6回払えばあなたのものです、はい、危ねえ。これカットでなんとかなるんで全部流します。全部流します。全部流します。まあ、どちらにせよすごいお得なサービスになってます。グラフトよろしくお願いいたします。我らのスポンサーでございます。これからもサポートよろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。視聴者からリーダーてるちゃんです。イエーイ。
はい、というわけでね、昨日に引き続き出演となります。最後まで見ていてください。見事1億円優勝されて獲得されたと。よし、ありがとうございます。すごい、すごいっすね。え、飲み会とかだと俺が全部出すよみたいな感じ。そうなんですよ。かっこいい、かっこいい。今日夜空いてる？打ち上げ、みんなで打ち上げ高いよ父の背中の代表ということで、本当個性高なチームメンバーだったんですけど、まとめるの大変だと思うんですけど、秘訣とかってあったりするんですか？秘訣っすか？綺麗な話と汚い話、どっちがいいですか？汚い話でお願いします。生放送とかないしね、今日ね。大丈夫ですか？まあ、綺麗な話で言うと、やっぱりその信頼関係だったりとか絆ですよね。はい、まあ、本当のこと言うと金です。やっぱお金で揉めることが多いですから、ね、そうです。会社結局お金があればつなぎ止めることができます。お金です、ね、お金は大事、大事です。生活できないですから ね、はい、ね、お金だけじゃないかもしれないですけど、本当にお金は大事です。なんで正直言うとお金です。大事、大事、はい、大事です。お様頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてもう最後の最後はテレちゃんレーザーの服を着ていただいているので、最後レーザーのこのブラックタイツを。おいいやつ、いいやつ、いいやつ、はい、あちょっとすいません、持ってもらってはい、じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。はい、グーの方、グーの方です。じゃんけんぽい。おー、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ、おめでとうございます。お疲れ様で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 す。触らせていただきます。お願いします。350ヘルツモニター触ります。これ本当に良くなってるんで、小さくなってるんで、で裏も結構ちょっと細くなったんですよ。薄くなってて、形が良くなってて、あとはタイプ C で接続しての360ヘルツができるらしいね。やっぱりなんかアイオリカさんなんかたまに変態なことしてる。なんでまあノートパソコンみたいな、仕事でとか。はい、360みたいな。日曜日1台で、まあ、フルに使いたい、ゲームだけじゃなくて何でもいける、何でもいける、詰め込んじゃえみたいな。いや本当にヌルヌルで、はい、大丈夫ですね。早く使いたいです。このやっぱこのまあ多分カメラだと分かんないですけど、残像感ないですよね。かなり減ってて、この感じが。逆にフレームレート落とすとやっぱり残像感出るのかな。今分かりやすく 60Hz にしたんですけど、やっぱこうやって残像感って出るんですよね。で 240Hz とかでもやっぱりちらつきとかが気になったりするんですけど、今のところこれ 360Hz やってちらつきが全く気にならないんですけど、逆にどうやってるんですか？ 240Hz のモニター僕今使わせていただいてるじゃないですか。かなり遅延とかなくていいんですけど、ちらつきが気になるんですけど、これちらつきないんですよ。これなんでなんですか？俺は多分うちの開発者。開発者、ぜひ今度聞かせてください。はい、そうですね、そこちょっと詳しく。あ、でもあれですか、なんか黒挿入するって言うとあれとか。あ、そうですね、これ今黒挿入入ってるんで、ね、あ、それっすね、多分。あとリモコンが便利になりましたね。あ、ほんとだ、かっこよくなってる。リモコンがかっこよくなってる。これどういう風に変わったんですか？家電チックに。確かに確かに、押しやすいボタンになる。テレビっぽくなってる。もともとチューナーとかに付いてたやつに近いものになったんで。あ、なるほど。あ、そっちで。あ、本当に押しやすいです。今までの結構ゴム深くてグニュー感があったんですけど、これちゃんとコチコチ感あります。マイクって何ですか？マイクって何ですか？マイクってあれ、マイクって何ですか？なんかマイクって機能ついてるこれ気になる。これヘッドセットをモニターにつなげることができて、その時にマイクのオンオフができるってことですか？ああ、なるほど。すいません、4曲のやつか。あ、4曲のピンがあるから。はいはいはい、だから4曲のピンがあるから、その時にマイク入れる時っていう。ここでマイクミュートできるってことですか？マイクのミュートもできます。すごい。いります？いります。作っちゃったんで。います。作っちゃった。実際使っていただいて、多分ヘッドセット側とかでできるんで、ね、あ、リモコンが見つかってこうヘッドセットが見つからないことは多分ないんで。いるかな、いるかな。360Hz モニター楽しみです。はい、期待してください。アイオンデータさんでした。テルさん、テルさん、TGS お疲れ様でした。はい、なんで今更？もう1週間以上経って。
なんでやねん。TGS 最後、バイオデータブース行ったじゃないですか。あ、行きましたね。で、360Hz モニター触って。マジであれすごかった、360Hz モニター。残像感ないのがすごい良かった。すごい。ちらつきとかないし、遅延もないし、本当に早く使えて、あれ。ですよね。ちょっと待っててください。え、マジ？あ、でん、愛用データ 360Hz モニター試作機。あ、試作、あの、会場にあったやつ。そうです。あ、マジで送ってくれたの。はい、送っていただきました。うわ、マジでありがとうございます。ありがとうございます。シェイシェイ。やった。はい、これを使ってもらって、もうぜひフィードバックが欲しいとのことです。もうぜひあのやらせてください。、はい、もう完全にもうここがいいとか、ここはこうしてほしいとか、もう完全に頑張ります。今日から、はい、頑張ります。はい、マジか。もう早く使いたかったんだよね。いち早く使わせていただけるんだ。そうです。ありがとうございます。じゃあ閉めてください。今から動画始まるんじゃないの。ああ違います、これ TGS の動画の最後です。これ最後の部分なの。あ、これ最後の部分。今からレビュー始まる、あ、動画じゃないの、これ。違います。違う。違います。あ、じゃあサムネとタイトルは TGS 関係なんだ。あ、そうなんです。アイオデータの 360Hz モニター関係じゃないんだ。あ、違います。なるほど。はい、わかりました。はい、というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのアイオデータの 360Hz モニター、近日、発売もするし、はい、動画の方でもね、レビューさせていただきたいと思います。チャンネル登録と高評価と Twitter、Instagram のフォローよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。オフトークはTGS の未公開シーンがあります。あ、らしいです。はい、はい、月額190円です。ぜひ見てね。第15回逆のスポーン。今回のゲストは誰ですクイーン。どうぞ。じゃん。生放送見に行ったらなんかがっかりするタイプ。がっかりしちゃう。